ここが未来ガジェット研究所だ。所属研究員を紹介しておこう。まずはラボメンナンバー001、ラボ創設者にして狂気のマッドサイエンティスト、この俺王院京吾。オカリーの方が可愛いのに。黙れ。岡部凛太郎は世を忍ぶ仮の名だ。そしてラボメンナンバー002、コスプレ作りが趣味の高一点椎名真由里。てってるおいしいです。そしてラボメンナンバー003、シンプルハッカー橋田イタル。こっちには未来ガジェット8号電話レンジカッコ仮があるのだ。先に完璧なタイムマシンを作り出し、セルンを出し抜く。そして世界の支配構造を作り変えるのだ。タイムマシンだ。なんか卑怯な感じがするから。私の人生はたかだか18年だけど、改変なんかしたくない。失敗したことも含めて自分の人生なんだ。